ちょうど。ほう、そうか。じゃあ俺、タクシーあっちで拾ってくから。じゃあ、行くよ。来週も行くよ。予約しとくいいぞ。うん。もしもし。あ、そうなんだ、分かった。うん、分かった。大丈夫だよ、別に気にしてない。それはしょうがないことだし。あ、そう、お母さんもいるんだ。うん、まあ大体そのくらいには着くと思う。話せる？話？話？もしもし、救急車お願いします。救急ですね、どうされましたか。車と人です。はい、車と。場所はどちらですか。あ、場所は大丈夫ですか。あ、いや、私はあれなんですけど。もしもし、あ、他に通報ってありますか今。はい、他に通報ってありますか事故の今。大切な人が死んだ。話したいことあるって言ったでしょ電話で。ああ、後でね、ごめん。すれ違いの続く夫との関係、忘れさせてくれる時間が必要だった。失った恋人と通じ合えない夫。あなたの取った行動は俺に何か問題はある？向き合えないっていうのは怖いでしょ。揺れる思いを抱えたどり着いた答えとは、ほつれる。